皆さん、こんにちは。今回は元不良や暴走族だったと言われる芸能人を男女別に8名ずつ紹介します。まずは男性芸能人です。一人目は的場浩司さん。1987年、18歳の時、天才たけしの元気が出るテレビに出演すると、たちまち人気を博した的場浩司さん。高校時代は髪の毛を金髪にし、特攻服を着てバイクを乗り回すなど、暴走族の一員として有名だったそうです。不良キャラそのまま、ハイスクール落書きやビーバップハイスクールなど不良役として出演し、人気を博しました。二人目は赤井英和さんです。ボクサーとしてなにわのロッキーの異名を取る活躍を見せた後、俳優に転身した赤井さん。現在は大阪ではバラエティとしての活動、東京では俳優としての活動が主体となっています。そんな赤井英和さんは中学校、高校時代は喧嘩は負けたことがなかったほどの不良だったそうです。次第に大阪で赤井英和の名前は知られていき、涙かの赤井だと恐れられていました。3人目は中居正広さんです。 SMAP のリーダーとして活躍し、独立の地も数々の番組で MC として活躍される国民的タレントの中居正広さんですが、過去には番組内でヤンキーだったことが取り上げられ話題になりました。地元では名の知られたヤンキーだったそうで、当時はスマップファンにも衝撃を与えました。今ではリーゼント頭でガンを飛ばす写真が様々な番組でネタのように使われています。4人目は氷室京介さんです。ロックバンドボーイのボーカリストとしてアルバムモラルでデビュー、その後のスーパーバンドグレーやルナシーなど多くのバンドに影響を及ぼす存在となった氷室京介さん。そんな氷室さんも地元で有名なヤンキーだったそう。暴走族のメンバーだった当時は、なんと追いかけてきたパトカーを振り払ってパトカーをひっくり返したという武勇伝もあるほどです。5人目はキャインの宇戸鈴木さんです。いつもニコニコしていて温厚な人柄で有名なキャインの宇戸鈴木さんですが、過去の宇戸ちゃんは暴走族の元特攻隊長だったとの噂があります。繁華街でチーマーに囲まれても独特の威圧感と凄みのある言動で退散させたという武勇伝は有名で、さらにチンピラ風の男たちに囲まれた出川哲夫を助けたというエピソードもあるなど、芸能界の中でも喧嘩最強説が根強く残っています。また大好きな相方の天野がチーマーに呼び捨てにされたことが納得がいかず、追いかけていって呼び捨てにするなと説教をしたことも有名なエピソードです。6人目はパンクブーブーの黒瀬淳さんです。人気お笑いコンビパンクブーブーのツッコミ役で知られる黒瀬淳さんですが、過去に暴走族に所属していたという過去が明らかになっています。福岡でも有名な暴走族悪島に所属し、なんと副総長にまで上り詰めたそうです。当時を知る同級生は、担任の先生とつかみ合いの喧嘩したのはよく覚えてます。年上の彼女が迎えに来て新宮町、地元の歓楽街まで送ってもらってた、高校生なのになどと明かしています。次に紹介するバッドボーイズ佐田正樹とは同じ地元で先輩後輩の仲だったそうで、弟がいじめられたことを謝らせるため黒瀬淳は佐田正樹を土下座させたといいます。当時黒瀬さんは中学生、佐田さんは小学生だったことがテレビで明らかになり、さらに視聴者を驚かせました。ただ元副総長になったのは強さゆえではなく、面白さでメンバーから人気があったからだと自ら明かし、爆笑を誘っていました。7人目はバッドボーイズの佐田正樹さんです。お笑いコンビバッドボーイズのメンバーとして活躍する佐田正樹さん、実は芸能界屈指の元ヤンキーなようです。幼い頃ビーバップハイスクールシリーズを見て触発され、それ以降リーゼントをトレードマークにしているそう。中学3年で学校の番長になり、高校2年で福岡県最大の暴走族幻影の400人のトップに立ちます。修学旅行の当日に福岡県警察に度重なる迷惑行為を行ったとして逮捕されますが、暴走族の総長として福岡で名を馳せ、何度も後手に回された佐田を警察署に連行した際、署を挙げてお祭り騒ぎになったというエピソードを自らテレビでカミングアウトし話題になりました。幼い頃から生粋の悪だったようですね。8人目は宇梶剛士さんです。ドラマ舞台レポーターと幅広く活躍する宇梶剛士さんですが、昔は筋金入りの暴走族だったことで知られています。小学生ながら中学生を相手に怠慢を張るなど、
幼い頃からその片鱗を見せつけ、中学時代には十数人を相手に一人で倒したという武勇伝もあります。さらに高校時代には有名な暴走族ブラックエンペラーに加入、自宅アパートが襲撃されるほどの抗争を繰り返し、17歳で総長にまで上り詰めたようです。宇梶さん本人曰く、痛めつけて勝ち服従させるがモットーだったと言います。ただ単なる不良だったわけではなく、高校時代はプロ野球選手を目指し練習に励んでいたそうですが、先輩の暴力を告発して野球部を去るなど正義感もあったそうです。続いては女性芸能人です。一人目は重森さとみさん。2006年にデビューすると、ラジカル、ポン、めちゃめちゃイケてるなどにレギュラー出演、バラエティ番組で大活躍の重森さんですが、中学生の頃は暴走族のメンバーで筋金入りのヤンキーだったと言われています。二人目は和田アキ子さんです。芸能界の大御所、ご意見番として定着し、普段から芸人の後輩を中心に恐れられているイメージのある和田アキ子さん。デビュー前は子分と共に大阪南の繁華街を支配し、南のアコと呼ばれ恐れられた存在のようです。芸能界デビュー前も現在のようなキャラクターは健在だったようですね。3人目は北川景子さんです。2003年にモデル女優として芸能活動を始め、テレビドラマ美少女戦士セーラームーンに出演、その後も女優として常に活躍を続け、清純派女優のイメージも強い北川景子さんですが、過去にはクラーク記念国際高等学校というお嬢様学校に通いながらも裏では地元の不良グループとつるんでいたという噂があります。4人目は武井絵美さんです。2006年、全日本国民的美少女コンテストでモデル部門賞とマルチメディア賞をダブル受賞、同年よりファッション誌セブンティーンの専属モデルとして活躍し、その後も女優として映画ルローニケンシンやドラマ海の上の診療所など数多くの人気作品に出演している武井絵美さん。清純派のイメージが強い彼女ですが、過去にはレディース暴走族の顔を持っていたそうです。流出した過去画像でも金髪にギャルメイクをするなどした派手な見た目の友人らとのショットが目立ちます。5人目は佐々木希さんです。秋田美人として知られ、誰もが羨む美貌の持ち主である佐々木希さん、ファッション雑誌や CM、 ドラマなど幅広いジャンルで活躍されているほか、夫の渡辺謙さんの一連の不倫騒動により、それでも離婚せず夫と家族を支える良き妻として話題になった佐々木さん。そんな佐々木希さんですが、元レディース暴走族だったのではと噂されたのは、週刊誌にスクープされた高校時代の写真です。金髪に特攻服といういでたちの写真で、実際に暴走族だったかは定かではありませんが、当時特に大人気だったギャルファッションが彼女の中でブームであったことは確かですね。6人目は小泉京子さんです。堀ちえみさん、三田寛司さん、石川秀美さん、松本伊代さんなどともに花の82年組として活躍してきた小泉京子さんですが、過去には女性で構成される暴走族レディースの総長という顔を持っていたと噂されています。地元厚木市でも最大勢力を誇るレディースだったそうで、抗争も絶えなかったと証言する人もいます。スター誕生のオーディション会場にボンタンのようなジーンズを履いて他の出場者を威圧したことは業界での初めての武勇伝となっています。7人目は広末涼子さんです。1990年代後半に広末ブームを巻き起こし、ボーイッシュで中性的イメージでグラビア界を席巻した広末涼子さんですが、元暴走族レディースだったと噂になっています。高知の地元では女番長として恐れられていたそうで、その後関東連合の上婦としてかなり乱れていたとも噂されています。最後は吉瀬美智子さんです。モデル女優として活躍する吉瀬美智子は元レディース暴走族だと言われています。証拠画像とされているのは週刊誌にスクープされた写真で、暴走族が流行していた当時のロングスカートにワンレンといういでたち、さらに暴走族の彼氏もいたと報じられています。いかがですか。今では明るく愛されキャラのイメージの芸能人も多く、驚かれた方も多いのではないでしょうか。写真は流出していてもご本人からはカミングアウトしていない方もいますので、今後本人からはっきりした情報が出てくるのかも注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。